作家、トレーダー、大学教授など様々な顔を持つナシーム・ニコラス・タレブは、その著書、ミゼニオ・キレイで、ある種の非妥協的な少数派集団が総人口の3、4%とかいう些細な割合に達しただけで、すべての人が彼らの選考に従わざるを得なくなると述べている。これをタレブは少数欠原理と呼んでいる。欧米では少数欠原理によって、オーガニックフード会社の売り上げがどんどん伸びている。農薬、除草剤、 遺伝子組み換え生物が含まれている食品にはリスクがあると考える人が一定数いる。そういった人たちは農薬や遺伝子組み換えの技術などを用いないで作られたオーガニックフードしか食べない。オーガニックフードしか食べない人は全体から見れば少数派だろう。ところが、オーガニック派の人々が様々な地域にまんべんなく散らばって、地域の5%程度を占めることができたら、全員がオーガニックフードを食べることになる。なぜそんな結果になるのだろうか。 農薬などを使った食品や遺伝子組み換え食品を抵抗なく食べられる人はオーガニックフードも食べられる。しかしオーガニックフードしか食べない主義の人は遺伝子組み換え食品は口にしない。この逆は成り立たないというのがポイントだ。オーガニック派が5%いる地域で結婚式やパーティーが開かれるとする。非オーガニックの食品を使った料理を出してしまうと参加者の5%は食べることができない。 かといって参加者全員に好みを聞いて一部の参加者だけにオーガニックフードを使った料理を出すのも手間がかかるこの場合全員にオーガニックフードを使った料理を出すのが解決策になる非オーガニック派の人たちは農薬を使った食品や遺伝子組み換えの食品を出せとは言わずオーガニックフードを食べてくれるこのようにして様々な場面でオーガニックフードが選ばれることが増えれば小売店や卸生産者もそれに対応してオーガニックフードの生産や扱いを増やすだろう これが大多数の人は食品に農薬を使っているか遺伝子組み換えかを気にしていなくてもオーガニックフードが増える仕組みだ。回転寿司の大手チェーン店では寿司はわさび抜きで提供される。わさびが必要な客は自分でわさびを加えることができる。2016年の調べへの調査によると寿司をわさび抜きで頼む人の割合は以下のようになっている。割合が一番多い20代でもわさび抜き派は約20%で少数派だ。 しかし、ここでも少数欠原理によって回転寿司店は寿司をわさび抜きで提供するようになる。寿司をわさび抜きで頼む人たちは大抵わさび入りの寿司は食べられない。また、いちいちわさび抜きでと頼むのは面倒だと考える。一方、わさび入りの寿司を好む人はわさび抜きの寿司も多少物足りないと思うかもしれないが食べることはできる。必要であれば自分の席でわさびを加える手間も厭わない。 回転寿司店でわさび入りの寿司を流すと、わさび嫌いの客だけではなく、わさび好きの客も逃してしまう場合がある。4人家族で下の子がわさび NG だとする。わさび入りの寿司が流れる店に行って、下の子のためにいちいちわさび抜きを頼むのが面倒だと思われたら、その店はわさび嫌いの客1人とわさび好きの客3人を失うことになる。大手回転寿司店は、わさび抜きを頼むのを嫌がる少数派の客とその同伴者を逃さないために、最初からわさび抜きで提供するようになった。 多数派のわさび OK の人たちに一手間をお願いして少数派の人にも来てもらうことを選んだというわけだここでわさび派が最初からわさびをつけてくれないのなら店には行かないとはならないのがポイントだ少数決原理が機能するためには少数派が妥協を許さないこと多数派が少数派に合わせられることという二つの条件が必要となるもしあなたが少数派で自分の主義を通したいのであれば こいつは絶対妥協しない面倒な奴だと多数派に思わせることだ。妥協しない姿勢を見せつつ、同志を一定数集められればあなたの思いを通せる確率が高まるだろう。